西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。7月8日月曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。この週末はいかがお過ごしでしたか？土曜日に緊急放送ということでご紹介させていただきました。聞いてくださった皆さんありがとうございます。土曜日にねお伝えしたことは NACA 西戸明子コミュニケーションアカデミーの連絡帳がオープンしましたというご案内です。まあ、この放送はいろんなプラットフォームでお届けしていますので、いろんな方にね放送を聞いてくださった感想とか、あるいは放送で取り上げてほしいこと、誰かに聞いてほしいんだけど言う場所がないな、逆に身近な人にこそ言いづらいな、そんなことをどんどんこう書き込んでもらえたらなと思って作った、そんなみんなが語り合える場所が連絡帳です。今回はチームニコという PR チームの皆さんが大活躍してくれています。といっても、まあ、彼女たち女性ばかりなんですね。子育てをしているママさんから、主婦の方、あるいは、女の子って言ってもいいかもしれないな、若い女の子から本当にいろんな年代の、ね、女性たちが、ちょっと前までドメインっていうのを知らなかった人たちもいて、でもやればできちゃうんだよねって、もう本当に数日で、我々のわがままな思いに応えてくれてね、連絡帳が土曜日新月の日にオープンすることができました。中にはね、ちょっと聞いた話では、あ、私と同じ子がいると思ったんですよ。それ何かっていうとね、給食を子供の頃、食べきれなくって最後まで、そうすると皆さんの年代ってどうでした？私の時は全部食べきらなきゃダメっていうことで、お昼休みとか掃除時間とかもずっとその給食が目の前にあるんですよね、そのプレートが。それで掃除時間って机と椅子を全部後ろにやったり前にやったりって移動しましたよね。でその時も一緒に移動されるんですよね。あれめっちゃもうほこりかぶってて、もうこんなん食べへんやろと思いながら、でもなんかこうもういいよって言ってもらえるまでは給食と共にいなければならないというね、そんなことがあったなっていう、同じ体験をしてる人もいるって聞いて一緒って思いました。そんなチームニコの皆さんが作ってくれたみんなの連絡帳、早速たくさんのご登録そして書き込みありがとうございます。またね、ちゅーちゃんやきずなさんはこうやって使えるよなんていう風に使い方もね、スマホのスクショとか入れて分かりやすく解説してくださって本当にありがとうございます。さらにオープンしたばっかりなんですけれども、昨日は七夕でしたね。ということで、もう早速トップページが変わってるの、皆さんお気づきになられましたでしょうか。これ期間限定なのでね、ぜひもう今すぐ見てみてほしいと思います。そして、そのイラストだけじゃなくって、みんなの七夕の願い事という、そういうね、なんて言えばいいの、スレッドって言えばいいのかな、もう立ち上がっています。みんなの願い事をここから星まで届けようということで、こちらにも、短冊ですね、書き込みをいただいてます。ありがとうございます。ココリンさん、世界中を旅してたくさんの人と出会う、たくさんの景色を見る、いいですね。コロナもね明けてね、ちょっと今円安で行きづらいところではございますけれども、昨日本屋さんに行ってもね、やっぱりこう夏ですから休みを前にね、いろんなこう海外を特集した雑誌や本が並んでましたね。たくさんの場所、たくさんの出会い、楽しみですね。えみちゃん、私が伝えたい心と体を大切にする話、これを伝える場をたくさん増やしていく、いいですね。どんどん増えちゃいますね。タムちゃん、子どもたちの笑顔を増やす、
いいですね。もうこれはね、やっぱ大人たちがまず笑ってることですよね。はい、もう皆さん今日いっぱい笑ってくださいね。ポヨンさん、今ここに生命、命として存在できていることのすべてのご縁に感謝できる人間に成長したいと思えている。うん、それを叶えてくださってありがとうございますというね、星への感謝も語られております。いやー、このね、短冊を書くって願い事でしょ。なんか改めて何書こうかなと思ったらすごい考えちゃいましたね、私ね。うん、自分の願い事っていっぱいあるんだけどいっぱいありすぎちゃって、一つって言われたら何書くんだろうと思って、まあ別に一つじゃなくてもいいんですけどね、短冊何枚も書いてもいいんですけれども、一つって言われたら何だろうと思ってすごい考えちゃいました。はい、何を書いたか、それは連絡帳を見てみてください。皆様のアクセス、そしてご登録、書き込み、ここからより楽しみにお待ちしております。いや、このタイミングでね、まあ、ちょうど1年半分過ぎたところでしょ。自分の心からの願いを明確にするってすごい大切なことだと思う。うん、短冊書くなんてなんか子供の頃の学校行事だよね。大人も子供も関係ないですね。自分の本当の望みっていうものをぜひ皆さんも自分と向き合って明確にして連絡帳に教えてほしいなと思います。さあ、そんな連絡帳をね作ってくれたチームニコの皆さんなんですけれども、まあ、とにかく楽しんでやってくれているっていうのが最高です。はい、PR する人たちがなんでこんなことをなんか宣伝しなきゃいけないのとか、もう大変とか思いながらやってたらそれって広がんないですよね。やっぱ PR 広げるっていうその仕事を司ってくださってる方たちがもう楽しい、これ広げたい、ね、みんなにも伝えたいってなってる、それがもう私 PR の原点なんじゃないかなってすごい思います。だからこれからチームニコはもうめちゃめちゃね、PR チームとしてすごい力をつけていくと思うんですよ。どんどん活躍してくれると思います。でそうなったら NACA だけじゃなくて PR を必要としているいろんな方のお力になれると思うんですね。はい、そのタイミングが来たら皆様にお知らせしますので楽しみにしててください。いや、こうやってね、自分の持ってる能力に気がついて、それを生かして活躍できる、世の中に貢献できる、そういうチャンスをたくさんの人になんか作っていきたいし、そういう仲間を増やしていきたいし、うん、もうできるのよっていうことを本当に伝えたい。まあ、特に女性たちですよね。やっぱり自己否定が強かったり、自分なんてって思いがちな、どうしてもまだ社会だと思うんですけれども、もうそういう時代本当に終わりだから、みんなもう本当に自分がやりたいことやったらいいと思うのね。そうそう、昨日聞いた話なんですけれども、もう50代の歯医者さん、うん、でもね、歯医者さん辞めるんですって。自分の医院も他の方に譲るって、その人を見つけたらしいんですよ。それでもともと音楽やってた方なんですって。それで何やりたいかっていうと、レコードレーベルを自分でやりたいんだってそこに気がついちゃったんですって。だからね、周りの人にやってもいいかなって言ってるんですって。やっぱ不安ですよね。うん、でもそのやってもいいかなっていうのって、やりなよって背中を押してほしくて言ってるんですよね。うん、で周りの人たちはね、みんななんとかなるよって言って応援してくれてるんですって。うわ、素敵だなって思いました。はい、それはもう50代のおじさんです。もうおじさんもおばさんも若い人も年齢関係ないから、本当にもう男性も女性も関係ないから、やりたいっていうことに出会ったらそれをやってみる、ステップアウト、一歩踏み出す、その勇気。やりたいことが分かんないよ、大丈夫、ちょっと自分が楽しそうだなって思うこと、やってみたいなっていうことに一歩踏み出す、それが自分の本当にやりたいことにつながってるからね、必ず。うん、まあ、そんなこともあって、そのチームニコのみんながね、どんどんこう
成長していってくれることっていうのはもう最高の喜びです。しかも彼女たちの素晴らしいところって、こちらのやりたいっていう思いをこう組んで形にしてくれるんですよね。その自分のエゴでこれがいいでしょっていうんじゃなくって、ある意味これまでの成功体験がね PR チームとしてないから、だからそのパターンにはまってないんですよね。成功の型に相手を当てはめるんじゃなく、本当にこちらに寄り添ってくれる、これもこれからの時代のやり方だと思います。はい、才能あふれるチームニコのみんなが作ってくれた連絡帳、皆さんぜひ活用してください。もう私一日何回も見てますもん、書き込み増えてないかなと思ってね、楽しみにしてます。さあ、そしてお知らせです。もう来週だ、7月15日の土曜日、もう結構ね本当やりたいなって思ったらもうすぐやってみようということで、大体いつも何でも急なんですけれども、これもチームニコのメンバーが考えてくれたタイトル、教えて西戸さんっていう、本当に1時間で気軽に参加できるそういう講座をやってみようっていうことになりました。その第1弾が7月15日3連休最終日の夜です。題して、朝起きたくないあなたへ、グッバイブルーマンデー。もうね、カーペンターズの歌にありますよね、レイニーデイズ&マンデイズというね、雨の日と月曜日はブルーよねっていう、はい、もうそんなブルーを吹き飛ばしていきたいと思います。各言う私、朝起きるのが本当に嫌で仕方ない、なんで朝起きなきゃいけないんだろう、また修行のような人生が始まる、まあ、そんな風に思ってね、生きてきた時間が本当に長いんですけれども、朝起きたくないな、これってある意味なんか人生がまた始まるのかみたいな、まあ、そんな大げさじゃない感じの方もいるかもしれませんけど、はい、その思いの奥には何があるのかね、もちろんお医者さんじゃないので、それはビタミンがとかホルモンがとかそういう話ではなく、やっぱねメンタルなんですよね。じゃあ自分のその心に一体どういうことが起こってるんだろうということを見ていきたいと思います。7月15日グッバイブルーマンデー、こちらの講座大募集中でございますので、皆様お気軽にご参加ください。 PTX というサイトでお申し込み受け付けていますが、こちらクレジットカードがない方でもコンビニでの振り込みもできますので、はい、どなたでも参加しやすい形になっております。夏はね早起きしやすいですよね、朝日が上がるのが早いですからね、楽しい夏を過ごしましょう。というわけで、連絡帳、みんなの思いが集まるところ、みんなの心がつながるところ、誰でも何でも安心して本音で話せるみんなの広場、ぜひアクセスしてみてください。西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。どうぞ気をつけていってらっしゃい。西戸明子でした。